南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難事らを敬おあえて驕慢せず、ゆえんはいかん。難事ら皆菩薩の道を行じて、まさに三仏することも埋めしと、南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。はい、五章の、891ページ、佐渡後漢義抄891ページですね。891ページの佐渡後漢義抄の、最初から最後までね、読みたいと思います。いいですか。じゃあ一緒に読みますね。891ページね。はい。佐渡後漢義抄、9月12日に後漢義を被りて、今年10月10日佐渡の国へまかり候なり、元より学問し将来し、ことは仏教を極めて仏になり、恩がる人も助けんと思う。仏になる道は必ず神妙をするほどのことありてこそ、仏にはなりそうらめと推し量らるる。すでに経文のごとく悪メリ登場が略サクサク剣神髄と説かれてかかる目に愛想のこそ、経経を読むにて空目といよいよ新人も起こり、御将も頼もしく候ろう。獅子で空ば必ずおのおのおも助け祭るべし、天竺に獅子尊者と申せし人は、断未ら王に首をはねられ、大魔菩薩は下道に突き殺さる。感度に軸の道生と申せし人は、祖壇と申すところへ流さる。法道三蔵は顔に金焼きを焼かれて、江南と申すところへ流されき、これ皆法華経の徳仏法のゆえなり、日蓮は日本国遠い登場、阿波の国海辺の千皿が来なり、いたずらに口身を法華経の恩ゆえに捨てまいらせんこと、兄石に小金を買うるにあらずや、おのおの嘆かせたもべからず、同然のごぼうにもこうもしきかせまいらせたもべし、両家の尼御勢へも御組と存じ、将来ども先にかかる身の踏みなれば、懐かしやと思さざる乱と申しぬると、ついであらばおのおの御物語もさせたまい、将来
10月10日一蓮華王南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経本日は日蓮大聖人様のご誕生会にあたりまして、皆様方には2月7日の日光聖人会、2月13日の日蓮大聖人御法運お香に引き続いて、新人の真心をもってご参詣をいただき、誠に尊くありがたく存ずる次第であります。日蓮大聖人様は承久4年、2月16日、西暦、1222年に、今皆様方と一緒にお読みした御書に書かれてあるように、日蓮は日本国東夷東上阿波の国海辺の仙だらがこなりというふうに示されるように、片海というところへ父貫名重忠、母梅菊の間に漁師の子として生まれます。日蓮大聖人様が生まれる前の年の承久3年に起きた朝廷と武士の権力闘争に朝廷は完全に負け、世の中の仕組みが全く変わってしまうわけであります。朝廷に味方する者、朝廷の 役目を担っていた人たちはすべて武士の報復人事の対象となり、職を失い、ちりぢりバラバラに全国へ散っていったわけであります。日蓮大聖人様のご両親はそういう立場の人ではなかったかというふうに言われています。しかし人間というものはバブルの弾けた時代もそうですけれども、今ももう一度バブルのような景気の良い時代が来ないかなというふうに思っている人と、あのバブルの時代が狂っていたんだ、今がまともなんだと、時代に流されないで地道にコツコツ努力して仕事をすることが一番大事なんだ、土地を転がしてお金が儲かること自体がおかしいことなんだというふうに考えられる人、同じ経験をしてもそのことをもう一度夢を追いかける人と、ああいう時代というもの自身がおかしかったんだというふうにわきまえられる人、この大きく分けて二通りにこの人間というものは分かれるわけであります。今の自民党政治などはバブルを追い求めている政治であります。原発も再稼働しか考えない、元に戻ることが正しいんだという考え方であります。大きな災害、高齢化、いつまでもバブル時代の好景気を追い求める、そういう条件でなくなってきているわけでありますから、そういうものを求めるのではなくして、人間として生きやすい、生きていて幸せだと思える世の中を築いていかなければいけないはずなのに、どんどん誰でもいいから殺したかったという人間が出てくるような世の中になっているということは、世の中全体の方向性、価値観が狂って全体が病気になっているということになるわけであります。そのことにみんなが目覚めなければいけない、みんなが
気づいて生きていかなければいけない、世の中を正しい方向に変えていかなければいけないということが言えるわけであります。日蓮大聖人様のご両親は漁師の生活に追いやられても、権力闘争の愚かさ、虚しさ、欲望、妬み、そねみ、殺し合い、騙し合いのうごめく世の中に本当の平和というものはないんだということに目覚め、どんな時代、どんな世の中にあっても変質、変形しない真実の道理を求める生き方を子供の日蓮大聖人にしてもらいたいと願い、それには基本となる学問を積まなければいけないというふうに考えて、房総半島で一番大きい寺であったところの清澄寺へその道を求めて登らせるわけであります。日蓮大聖人も、私は本当はこういう由緒正しい朝廷に仕えるところの血筋、家柄の子孫であるということを、この残された御書の中において一言も大聖人様は言わないで、一貫して千だらが子、魚の命を殺して生活を営む人間だったということを隠すことなく示されているわけであります。お父さんお母さんが漁師だったというだけじゃなくて、大聖人様も12で清澄の山に登るわけですので、それまではお父さんお母さんのこの漁師の仕事を手伝っていたことは間違いがないわけであります。そうしなければ生活が立ち行かないわけですから、それを手伝ってこの自分たちの生活というものがやっとこの営むことができるというようなこの状態だった。だから大聖人様自身も漁師の子供というよりも、大聖人様自身も漁師だったということがこの言えるわけなんですね。で、日蓮召集の中にはこの承久4年2月16日に本仏日蓮大聖人が生まれたという人がいます。またこの承久4年2月16日にこの日蓮大聖人様が現れたんだと、おぎゃーおぎゃーと泣いていても本仏日蓮大聖人様だったんだという人がいますが、そんな必要はありません。おぎゃーおぎゃーと泣いているこの子供は、赤ちゃんは、この南無法蓮華経の法を説法できないわけですから、それは仏でも何でもなくて、ただただおぎゃーおぎゃーの赤ちゃんだということであります。ですから昔からこの久遠願女の本人名からの仏様が、この建長5年4月28日に仏として生まれましたということを言う人がいますけれども、そういう必要はありませんし、それは考え方としては大聖人様の仏法の考え方としては間違いだということが言えるわけであります。私たちと同じ凡夫であります。自動凡夫、凡夫と同じ姿を示してというふうに言いながら、本当は本仏で凡夫の振る舞いをしていたんだと、演技で凡夫のふりをしていたんだということになれば、本人名の仏ではなくして久遠願女から仏だったということは、久遠願女から本願名の本願名のもう完成された私たちの手の届かない仏様だったということになってしまいます。ですから凡夫だったということのこの意味というものが、凡夫のふりをしていたということになってしまいます。だったならば私たちの成仏の手本ということではないということになってしまいます。もともと仏なんですからね。
ですから久遠願女本人名の本仏日蓮大聖人じゃなくて久遠願女本画名の日蓮大聖人、本仏日蓮大聖人という言い方にしなければならないということになってしまうわけであります。ですからもともと仏だったものが凡夫のふりをしていたという、そういう意味になってしまったならば弥勒部日蓮宗の教義と同じになってしまいます。本人名となぜ名乗れるのか、本人名と名乗るということは私たちと同じ凡夫がその生涯を通して法華経の行者として法華経のこの信仰修行というものを貫いて、そしてそこに悟りを得て仏になることができたと、それを私たちは見習って信仰していかなければならないということだから、本人名の本仏日蓮大聖人ということが初めてそこで言えるんだということになるわけであります。久遠願女の仏様だと言いますね。それをさっき言ったように間違った考え方の人は久遠願女のこの世の中に地球もない、人類もいない、日本もいない、そういう状況の中においても仏様だけは一人立派な人格を持って存在してたんだというふうに言い張る人がいます。地球がなかったら、地球がなかった時代があるじゃないですかと言うと、いや違う惑星に大聖人はいたんだという人がいます。じゃあ違う惑星に日本があったんですか、日本語があったんですか。相手がね、法を聞くこの信者さん大合衆っていうのがいなかったら仏様が一人で法を説くなんていう必要はないわけであります。ですから久遠願女から仏だったというのが久遠願女の本仏ではなくして、末法のこの時代に生まれて私たちと同じようにおぎゃーおぎゃーとっておっぱいを飲ましてもらって、おしめを変えてもらって成長して法華経の行者として久遠願女の法を私たちに教えてくれた人だから久遠願女の仏様だということが、これは本当の意味であります。久遠願女から仏だったんじゃなくて、久遠願女の法、誰もが仏になることができるという一番の源の法を私たちに身をもって教えてくれた仏様だから久遠願女の法を教えてくれた久遠願女の仏というのが、この久遠願女ということの本当の意味であるということが言えるわけであります。だから私たちは大聖人様が自分たちの成仏の手本ということになるんです、ね、前もお話ししましたけれども、この私たちが習字かなんかを習いに行く、そうすると先生はサラサラと赤い字できれいな字を書いて手本を書いてくれますよね。手本を書いてくれる。でこれを横に置いて、それでこれを見て、それでこの字の練習をしなさいと言ってくれて、それで書いて持っていくとまた赤いのでこうやって直してくれて、ああここはもうちょっとこうした方がいいねとか言ってこの言うわけですよね。ほんと子供はこの先生の字、この先生は字がうまいな、もう生まれた時から字がうまかったんだろうなと思うかもわかんないですけど、その先生も先生に習って先生になったんだね。最初からこの私は最初からこういう字が書けたんですよと、おぎゃーと生まれてきた時には筆を持ってたんですよっていうんだったら、もうそこに習いに行く必要ないですよね。ああ私たちはどんだけ習ったってこんなそのうまい字になれないんだということで諦めなきゃいけないんです。だから先生も習って先生になったんだと、あそれだったら自分もなれるかもわかんないなとね、浅はかな願望ですけど、浅はかな願望だけども、あ自分もひょっとしたらなれるかもわかんないなと、ひょっとしたら先生よりうまくなれるかもわかんないなって、その妄想を抱いてその一生懸命この習って
この字を書くわけです。みんなそうなんです。大聖人もそうなんですね。それがあるから私たちは、あ、自分たちも仏になることができるんだという希望を持って、その頑張ることができるっていうのが大聖人の教えなんだということなんですね。私たちと同じ凡夫が法華経の行者として生きる姿を成仏として示すから、法華経の行者として生きる姿が仏なんだということを、この大聖人様がどんなにひもじくても、どんなに寒くて着物がなくても仏なんだということを大聖人様が示してくれたから、私たちは、ああ、自分たちでも頑張れるなというふうにこの思えるわけなんです。希望があるわけですね。だからそれが大聖人様の私たちに示してくれたところの教え、だからこそ一切衆生平等成仏の法というものが大聖人の教えによって明らかになるわけであります。大石寺は根本的な間違いを犯し、凡夫の観図が仏になりすましていると。大聖人様も久遠願寿から仏だったんだから、観図の大石寺で一番偉い人もその生き仏なんだということが、平気でそういう考え方がその隙間からスルスルスルっとその編み出されて、この出てきてしまう。そうすると信者さんも、そうかっていうふうに間違ってるのに納得してしまうというようなことになるわけなんですね。観図がどんだけ立派な人格者であっても、大聖人と同じ法華経の行者として生きた観図は一人もいないんです。大聖人と同じ法華経の行者としての生き方をしていないのに、現代の大聖人だということを平気で何で言えんのかということ、そのおかしさ自身に気づかないということ自身が狂っとるということが言えるわけであります。日蓮大聖人様は12歳で清澄寺に入って4年間勉強と修行をして16歳まで、その間に日蓮大聖人でさえ世の中にあるすべての宗教がみんな自分の宗派が一番正しいと言っている。しかしすべての宗教がなぜ一番正しいのかということを、どこの宗派も明らかに説明できないで多数の悪口だけ言っている。すべての宗教の目的は一切衆生平等成仏なのに、その一切衆生平等成仏の説明をすることがすべての宗派においてできていない。今もできていないんです。今もできていない。阿弥陀如来に任せなさいっていうのは、それは説明じゃないわけですよね。任したらどうなるのかっていうことの説明は一切なされていないということになります。すべての宗教ですね、説明ができていない。宗教の世界も世の中と同じ権力闘争になっているね。どの宗派が鎌倉幕府にこの贔屓されているか、どの宗教が一番重んじられているか、どの宗教が一番人間の数が多いか、そういう権力闘争になっている。一体これは何なんだろう。そういうことが嫌で、そういう世の中が嫌で、そういうことから離れたい。そういう世の中でない真実のものを見つけたいと。いうふうに思ってお寺に入ったにもかかわらず、私はこのことが知りたい。知って世の中に権力闘争でない、力ずくでない、本当の一切衆生平等成仏の方が何かを説き伝えたいというふうに、日蓮大聖人様はこのまだ子供で
知識も知恵もないんですけれども、その基本的な欲望、希望、ね、なぜなんだろうと、大人の世界はどうなってんだろうと、おかしいじゃないかと、子どものこの素朴な疑問にも答えることができないということは一体どういうことなんだろうというふうに考えて、そして大聖人様はそのことを今お読みした御書の中に、元より学問し僧来しことは仏教を極めて仏になり恩ある人をも助けんと思うというふうに示されているわけであります。清澄寺には兄弟弟子になる上見坊義上坊をはじめ何人かの修行者がいたはずでありますけれども、日蓮大聖人様に一切衆生平等成仏を求め知りたいと探求する人は師匠の道全坊をはじめとしていなかったんです。田舎寺でこの村の法事や葬式をする、そしてちょこちょこっと仏さんの教えを説いて、それでおしまい、それで十分で、それで満足している、そういう人たちばっかりだったんです。大聖人と同じような疑問を抱く人は一人もいなかったんです。一人もいなかった。そうなるとこの大聖人様は当然日蓮大聖人の質問に答えられる人も書物もなかったために、日蓮大聖人様は学問の旅に出るわけであります。まず最初に国の中心となった鎌倉に行きます。しかし鎌倉は新しく起きた町で、活気に満ちていても真言宗禅宗念仏宗の権力にすり寄る宗教ばかりで、古い伝統の中で歴史の中で仏教の基礎、歴史の仏教の歴史の始まりから学ぶべきものもないために、一旦清澄寺へ戻り、その後京都大阪高野山奈良比叡山を目指し、16年間に及ぶ切羽詰まった真実を求める学問修行に明け暮れ、真言宗禅宗念仏宗の本山寺々に身を寄せ、各宗の修行と学問をしていくわけであります。その中で一番長い期間を費やして学問をされたのが真言宗念仏宗禅宗が混じり合う比叡山の中でも、法華経を根本とする余川というところにおいて日蓮大聖人様は身を寄せて修行されるわけであります。各宗各派の修行学問を通じて日蓮大聖人様は仏教の目的である一切衆生平等成仏にかなう法は法華経にしかないということに、これもダメあれもダメとそれぞれの教えの欠点限界というものを知り潰していったときに、法華経しか残らないことを大聖人様は悟ったのであります。16年間の遊学を終え、ふるさと清澄寺へ戻った日蓮大聖人様は、自分が見聞してきた各宗各派の姿を師匠や兄弟弟子に語り、ついに法華経の行者として恩ある人を助けようと決断し、3月から4月まで師匠や兄弟弟子に説明説得をし、4月28日ふるさとの人々が本堂に参集された中で、自分が今まで見てきた世の中と各宗各派の姿、すべての経典の内容を話し、その上で法華経だけが一切衆生平等成仏が説かれている唯一の法である、この法華経の法を信仰することが
私たちがこの世に生まれてきて一番大切な尊いことであると大聖人様は説法されたわけであります。大石寺では3月と4月にこの未だに大石寺は修士建立って言ってますけども、まだ法華経の行者として始まっていないのに、この4月建長5年4月28日が修士建立だというふうに言っています。じゃあ修士がもうそこに備わっているんだったなら、そこでもう本尊を表さなかったらおかしいということになります。修士ということはこの大聖人様の仏法が完成されているということになります。完成されてないです。まだ法華経の行者のこの旅立ちの出発のこの時が建長5年4月28日ですから、修士建立ということは間違いなんです。ただこの3月にこの南無法蓮華経を唱え始めたという御所と、4月に南無法蓮華経を唱え始めたという御所の2通りがありますから、ですから3月の修士建立、4月の修士建立、3月の修士建立は内々に、4月の修士建立は外に向かってというようなことを一生懸命こだわって大石寺では言っています。しかしどう考えても日蓮大聖人様はみんなを騒然と混乱させるために、驚かせるために、創価学会が釈仏と称してやれば病気が治る、やらないと罰が当たるぞ、まんじゅうでも見ているだけではダメだ、食べなくちゃいけないんだ、さあやるかやんないかというような釈仏でないことを釈仏として、ふるさとの人々にさあお前らやるかというようなことを大聖人様が言うはずもないわけでありますね。そんなことが本意じゃないんです。ふるさとの人々が心静かに本当の信仰とは何かと心を開いて受け止めてもらえるように話をするためには、師匠や兄弟弟子がそこで初めて聞きましたでは話にならないわけであります。ですから3月から4月にまで、4月に至るまで1ヶ月、そのような段階を踏んで、なぜ法華経でなければならないのかということを順々と師匠の道前坊にも兄弟弟子にも、まず一番にこの一番この信者さんにとってはこの導く道師となるべきこの僧侶にまず釈仏をしなきゃいけないと、信者さんも師匠も兄弟弟子もそこで初めて聞きましたでは、これはもう喧嘩になるに決まってますよね。殴り合いになるに決まってるんです。そんなことのために大聖人様は、正しいことだったら何をやってもいいなんていうことはありませんから、そんなことを大聖人様は目的とするんじゃなくて、何としても分かってもらいたいということで、一月かけて順々と師匠の道前坊にも兄弟弟子にもこの法華経の南無法蓮華経の信仰でなければ本当の成仏も本当の世の中の平和もないんだということをこの説得したわけであります。ですからそのことをこの常識的なこのその手順というもの、この3月だからとか4月だからとか特別な法門の意味などあるわけがないわけであります。日蓮大聖人はこの法華経の行者として生きる志を61歳の生涯に、この建長5年4月28日から23年間立正安国論の幕府への提出、伊豆伊東への流罪、小松原の法難、辰野口の法難、サドル罪、身延入山と一点のブレもなく
この立教改宗の志を最後まで貫き、まさしく法華経を身で読み、多くの人々に法華経の縁を結んだわけであります。私たちもその日蓮大聖人様の志の縁に触れて、今こうして信仰をしているわけであります。志の大切さ、志をぶれないで貫く大切さ、縁を結ぶ大切さ、あの人はあの時権力を握って人間が変わったなとか、あの人はあの時お金を握って変わったなとか、あの人はあの時権力や力に脅されて変わったなとか、そういう人は世の中に5万と言います。しかし志を貫き通したという人は世の中でもたくさんいません。南無法蓮華経以外の事柄でそれを貫き通したという人でも世の中にはそんなにいません。それもその中でも日蓮大聖人様は一切衆生平等成仏の南無法蓮華経の法のために命を懸けて、その法を貫いた人は日蓮大聖人様しかいないわけであります。私たちはその信心をしているんだということ、創価学会のように途中で権力や財力を握ったこと、それによって変質してしまうような、そういうような見失ってしまうような、そういうふうになっていけない、なっちゃいけない。創価学会を、だから皆さん方は創価学会を離れて退席寺を離れたわけであります。退席寺は今創価学会とほとんど同じ考えになってしまって、ひょっとしたら創価学会より創価学会らしくひどくなってしまっているから、私たちは離れたわけであります。どうか自分たちがどういう信心を貫いていかなければならないのかということを忘れないためにも、常に日蓮大聖人様の生き方を通して日蓮大聖人様の法を学び、自分自身の命に染み込ませていっていただきたいというふうに思います。日蓮大聖人様は雲の上の手の届かない人じゃなくて、私たちと同じ痛いかい、寂しい苦しいつらい、同じ血の通った、同じ心の通った、同じ凡夫として、この南無法蓮華経の法を生涯通して一切ぶれないで貫き通した、それを私たちに仏の手本として示してくれたわけであります。ですから私たちはもっと日蓮大聖人を身近に感じて、ね、子供や孫の誕生日になんかケーキかなんかとか、おもちゃかなんか買っておめでとうとか言うでしょ。ね、じじいばばはバカだからね。だからその2月16日の、まあ、前の日の15日にでもね、この普段よりちょっと立派なお供え物を大聖人様にして、2月16日に大聖人様おめでとうございますというふうに、本当に子供や孫にをの誕生日を大事にするのと同じように、大聖人様のこの誕生日もこの 大事にして、そして本当に私たちのこの生き方とともに大聖人様が一緒に歩んでくれてんだという、そういう気持ちでこの信仰というものをしてもらいたいんです。大聖人のようには私はできないから、大聖人はもう手が届かない存在だからと言うんじゃなくて、大聖人は本当に私たちのこの横にいて、傍らにいて、そして私たちを常にこの南無法蓮華経の題目によって励ましてくれているんだということ、
そのことをこの2月の16日この誕生会ということを通して、この誕生会だけじゃないですね、もうずっと365日、もう70歳まで生きたら70年間、もう80歳まで生きたら80年間、90歳まで生きたら90年間、ずっと大聖人は自分たちの横に。90年で終わりかって言ったら、もう亡くなってもずっと大聖人は一緒に私たちのこの命というものを南無法蓮華経の法というものに導いてくれてるんだという、そういう気持ちでこの信仰というものを大切にしていっていただきたいというふうにこのお願いを申し上げて、本日のお話とさせていただくものであります。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無